けないものがたくさん検索されてるよ。まあまあ、若い男の子ですから、まあしょうがないですよね、それはね。そうだな。うん。それはしょうがない。うん。始まりました、少量チャンネル。翔太です。やれ、少量でーす。今回の企画は、皆さん携帯の履歴気になりませんか？まあ普段はね、うん、そんなに気にしないよね。お互いの携帯見ることもないし、うん、でもね、ちょっと検索履歴を見てみよう。さ、お互いのさ、うん、携帯をちょっと入れ替えて、うん、検索履歴で気になるやつをちょっと発表していこう。終了。知らなかった履歴見ることなんか。知りませんでした。知りません。ちょっとロック解除して。じゃあまず、うん、俺のから見てみようかな。あ、ほんと？うん、ないけどね。はい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 。まあね、あれよね、言えないものがたくさん検索されてるよ。というのは？まあまあ、若い男の子ですから、まあしょうがないですよね、それはね。そうだな。うん、それはしょうがない。でも気になったのが、言えないやつが気になったわけじゃない。なんかウィキペディアとか結構調べてるよね。そう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 。俺ウィキペディアがめっちゃ好きだからさ、はいはい、なんか例えばさ、うん、ドラマとか、うん、まあ映画もそうなんだけど、うん、それで見た役者さんとか初めての人とかはウィキペディアで検索しちゃう。あー、あ、そうか、こういう感じなんだみたいな。なるほどね。ちょっと知りたい。多分一番最新で調べたやつ、ウィキペディアで調べたやつがラブジェネレーション。ひょにょ。知ってる？知ってる。ドラマだよね。月9のドラマだよね。97年はいはい。これなんで気になったの、これ。いや、多分、あのさ、ウィキペディアを見る人分かると思うけど、うん、どんどん関連とかでさ、一番下に出てくる。はい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 。ああ、そうね、そうね。追っていっちゃう癖もある。ああ、うん。宝塚の女優さんをちょっと見てたのね。あ、そうだ。好きだから。その関連でね。好きだから。ああ、なるほどなるほど。でも分かるわ。なんかウィキペディアってさ、うん、なんか面白いよね。うん、絶対あると思う。うん。うん、いや、俺さ、うん、ちょっと話ずれちゃうんだけどさ、うん、少量チャンネルがいつかウィキペディアに載らないかなって思ってんだけど、書けるんだよね。書ける、うん、でも略歴一切ない。あー、略歴ね。ちょっと誰か作ってくれないかな。うちらのこと調べて。少量。あとは気になるやつある？気になるやつね、ちょっと待ってね。あー、これ気になるな。お米に芯が残ったら。あの、これあれだよね、質問のやつだよね。なんかお米をに芯が残ったらどうした？お米を炊こうとして1合もなかった。うんうんうん、うん、だから鍋でやろうと思って。ああ、炊飯器じゃなくて。炊飯器じゃなくて鍋でやったりしたら、うん、生きてるなと思ったら、うん、結構芯が残ってて。ああ、そうなんだ。あ、どうしようかなと思って調べてみて、うんうん、で最終的に電子レンジでチンしてるけど、うん、まだ残ってる。あ、そうなんだ。でも全部食べる。うんうん、うんうん、電子レンジでチンするといいって書いてある。水つけてみたいな言う人も多くて、ああ、そうなんだって。あ、なるほどね。もうあれだよね、現代語だよね、何でも調べちゃう。ああ、わかるわ。もう便利だもんね、すぐ調べられるからね。あとは、あ、アットホームな商店街が広がる東中野駅周辺の安くて美味しい人気ランチスポット。13ね。もうね、ランチが大好きなの俺。ああ。そう。ランチが大好きで、大体その地名とかのランチみたいな、なんとかランチ、新宿ランチ、中野ランチみたいな、ランチのお店を調べて。はいはいはい。わかる、うん。なんかさ、新しいお店探すときでもさ、うん、やっぱ調べちゃうよね。うん、ランチとかディナーとか、ね。そうそうそう。っていう風にしちゃうな、俺は。うん。なんか美味しそうなところあった？いや、ちょっと見てなくて、さっき、ちらっと見てたけど。うん、なるほどなるほど。まあ、翔ちゃんのね、携帯の履歴はこんな感じということで。何？どう思う？まあ、言えない検索が多いよ。終了。なるほどね。うん。でも、本当に言えるやつしかないな。つまんないな。キリミちゃんは？
キリミちゃん？あ、これキリミちゃんさ、なんだっけ、YouTube だっけ、何かを見てた時に、これあれなんだよね、サンリオなんだよね、サンリオのキャラクターで、キリミがいるみたいなのをなんか言ってて、なんかそれで検索してんだと思う。そうなんだね。そう。そしたら本当にね、キリミだもんね、これ鮭の。そうそう。なんか大体サンリオってさ、なんか動物とかじゃん。そうだな。まあキティちゃん猫でしょ。あとまあウサギとかさ、あとカエルとかさ、なんかそういう動物とかそういう系のキャラクターだけど、キリミってそうだよね。いやいや衝撃的だったよこれ出た時。おーと思って。死んでんじゃんみたいな。ひょにょ。ね、そうだね。そう。なんかそれで気になってね検索したんだと思う。確かに。キリミちゃんね。キリミちゃん。とはね何があるかな。アナデン。茶釜。茶釜って何？アナデンっていうのが、アナザーエデンっていう、俺が今、めっちゃハマってる携帯ゲームがある。アナデンって言うんだ。そうそう、略してアナデンっていうやつあって、で、それに、なんかね、RPG なんだけど、街の中にね、なんか茶釜があったの。なんか揺れてる茶釜が。でも、それを押しても、特に何が起こるわけでもないの。めっちゃ気になるじゃん、その茶釜。だから、それで検索したの。やっぱゲーム好きだからね。なんかゲームのね、攻略方法とかよく検索してるかもしれない。あ、そうだね。いやもう健全じゃん俺。全然なんもない。あとなんかやっぱ仕事関係とかね。そうだね。そうか。クリーンな携帯ですね。ね、だからいつ見せてもいいんだよ。どうぞって感じ。よくカップルとかでさ、こういう携帯履歴ね。あるじゃん。みんなクリーンじゃない。ああ、まあそうだね。多分俺ほどの言えないやつ見てる人いないと思う。多分。確かにね。みんなさよくさ、え、なんもないとかさ、確かに多いじゃん。まあ消してる可能性もあるけどね。自力よ。自力じゃないのね。いや、俺は消してないよ。あ、そっか。消してなくて普通に言えないようなやつは検索して。あ、そうか。俺はこのままだな。いや、まあ健全です。ある意味健全じゃない。健全健全かなと。本当にね、やべえやつがたくさんです。あの、犯罪ではないの確か。でもみんな大好きかもしれない。そうね。っていうのがあるので、ぜひちょっとご想像にお任せして、あの、コメントとかで書いて、書けるから。書けないよ、書けないよ。あの、丸、何々、丸々、何々っていう風に書けば多分、まあ、大丈夫かな。終了。はい。こんなね、恥ずかしいな。はい、というわけで、はい、今回の動画はここまでにしたいと思います。自分も言えない検索履歴があるあるっていう方は、ぜひチャンネル登録と、高評価をお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。はい、ではまた。ニョニョ男女のカップルでさ、彼女とかがさ、彼氏の携帯履歴見てさ、なんかもうそういうのばっかりわーって入ってたらさ、ちょっと引いちゃうのかな。どうなんだろうね。割り切ってくれる子だって。ね、あ、健全だね、健康だねって言ってさ、そっと教えてくれることだったらさ、いいけどさ、みたいな感じでさ、なんか引いちゃう子とかだったらね、ちょっと見ない方がいいよ。確かにね。まあでも少なからず見るからね。そうだよね。きっとね。